一向にどうや、すなわちあの3歩進んで4歩下がるぐらいのとこ所、進んでもいないかもわかりませんしてるじゃないというのが、いわゆる福島第一原発のいろんな伝わってくるニュースやなということですね、アルプス、アルプスというのは、一番弱ではないですねは。い、はい あの、汚染水処理をする。あの、かなりのいろんな種類の汚染水が処理できるっていうことで、はい、もう、あの、肝入り、政府の肝入りも切り札的な、うん、これ聞けば、あの、このニュースのつぼかなんかでも一回ね、ねあがあり、知た。ええもんあるねと思いました。はい、で、これは、でも、最近ちょっと故障したいのも、それもちょっと漏れ聞こえてきて、あ、そうかそうか、故障したかというとこまでは分かりました。うん、早い直してや、と。ね。はい。えー、故障したら早い直して、次行きましょうということやったんですが、 なんやらまたごちゃついてるらしいですこ、ね、れ、だからそのね、あのうん、直すのがなかなかままならずに、うん、今、停止状態にあると<ら>いうことらしい、ね、停止してしまってる、汚染水ってどんどん出てくるんと違うあのそれを、まあはい、処理して、きれいな水にしてっていうのがこのアルプスなんですけれども、うん、これは上手にこの処理ができなくてですね、処理してきれいになったものの、うん 水をためるタンクみたいなところに処理されないままの水がたまっちゃったものですから、うん、その前に処理されたきれいな水っていうのがまあ,あったわけですよねうん、うん、でそれがまた汚染されちゃったと私がさっき言ったように、はい、3歩進んで4歩下がってそ で持ってそれをだから今度、じゃどうするかっていうとまた出して、うんで、そのタンク、本来はきれいなものが入るはずのタンクなんですけど、うん、それが汚染されてしまったので、うん、これを除染しなきゃいけないと。 <laughs> でも除染っていうのも、あのおうちのほら、あのお茶碗ん洗うわけに、うん、簡単にじゃあもうきれいにキュッキュゅって言うわけにいかない、放射線を、放射能汚染されてるわけですから、ああああそれを除染する作業っていうのも、もともとそこは除染するためのものではないので、うん、なかなか。 あの掃除しづらいと掃除したときにあの水が流れ出ますよね、はい、洗い流すわけでしょ。で、そこ、そうそう、だ、うん、まって汚染されちゃった水をじゃ、どこにどけるのかとかっていうのが、なかなかうまくいかずに、うん、今、停止状態にあると。停止ということは、どんどん汚染水って出てくるわけでしょ。まあまあそういういここと機械は停止してるけどもも、うん、汚染水もこれで たまったまんまですではないですよ、どんどん増えてくると違いますか、はい、ひょっとしたら、うんそうですね、だから、以前ね東、東電だったか政府だったかのこう、何年前にここ、何年までにここ、最終的には何年ぐらいに処理みたいな計画表が出てたでしょ。うんうん、あれはこのアルプスももちろん、うん 計画の中に入っていてい、うん、アルプスが上手に稼働して、どん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 処理して、きれいにしてって、きれいにしてって、これだけの期間でっていう計画なので、うん、もう今、すでにそれが頓挫してるわけですねアルプスって何台あるのアルプス自体はあの、系統は3系統、確かにあるとかって、あああまあそれを1台って言っていいのか、3台って言っていいのか、ちょっと専門的には分からないですけれども、なんか、これもっとアルプス、どんどん。 導入せなあかんのとちゃうの。そんな、あるもんと違うんですかあなたが言うような、そんな簡単なもんじゃないですよね。たぶそれ高いし、はあ、すぐに、2期3期言う話でもないでしょうね。えー、なんやらこういうのを一つ見ても、全然今までこういう時にはどうするいうようなことのシステムが確立されていないな、いうのが。 なんか、ようわかりますね。はい、今のアルプスの故障しました。どうしましょう。汚染水がこうなりましたとか。うん、タンクまでこうなります。タンクを洗うとまたその汚染水もまたどっかへやらないかん。そのシステムがもう考慮されていないとか。いうのを聞くと、うん、もう、何にも、あの、もし起こった時、一丁事が起こった時というのが、なんか、何にもなんか今まで考えられなかったのかな、うん、ということですか。 でこれが安倍さんが言うところの,あのコントロール下にあるというね、うのうんまあ、若干、マイルドに途中から言い換えてはいましたけれどもね、最初の言い方からすると、ちょっと言、まあうん、いよどんな感じになってましたけど、それでもですね今後、これ、どういうふうな見通しが立つのかな。 そのあたりのところだと思います。見通しが立てば、僕は福島の人っていうのは、あの、今苦しくても乗り越えられる。うん、前もそんな話したことあります。私も、あの、病院に行って、毎年、あの、年末に、のたうち回るような痛みに襲われる。原因はなんかわからんですが、ある時は異形錬であったり、はい、ある時はなんか、この間目がむちゃくちゃ痛かったりということで、うん、特に、あの、腹がむっちゃ、 めちゃくちゃ痛い時なんかは、ものすごく不安になりますよ。はい。うん、腸閉塞やないやろうかとかね、うん、ほっといたらどうやろうというような気持ちになります。はい。でも、行って、医者が見て、あ、これはちょっとガスが溜まってるだけですね、と言われた時に、痛みが減ったわけではないけども、見通しが立ったわけで、腸閉塞でしたらすぐ処置せんと、はい。命に関わってくる。はい うん、いうことです。けれども、痛みは変わらんけれども、見通しが立ったら我慢できるもんなんです、人間って。うん、どんな苦しみでも。はい。で、今、福島の人の苦しみってそういうことゃないであろうかな、と。うん、私に置き換えるならばですよ。違うと言われるかもからな僕も経験者ではないのでね、そこはよくわかりませんが、見通しが効かない時の苦しみというのと、見通しが効いた時の苦しみというのはね、全然僕は、その、 ダメージの大きさが違うと思いますけども、はい、次から次へとこういうようなニュースを福島の人はどんなふうに思ってるやろ。うん 連鎖反応とか自体がどんどん悪くなっていってその、じゃあ汚染水みたいなもの、もともとここにあるはずのものを、ここは使えないからって、のところに移すと、そこはそもそもその容量じゃないのに、無理やり詰め込むような形になるから、うん、またその水漏れじゃないですけど、そういう危険性なんかが増しちゃったりとか、どどどどん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 悪循環になってでまたこういったところで作業する人は、この間なんか発病したとか、どうとかっていう、はい、そんな話がありましたね。ねだから関わる人たちの,その汚染 リスクみたいなものも、こうやってトラブルが起こると、どんどん高くなっていくので、うん、実際そうやっていろんなでで。で、次から次へと今度は、うん、じゃあ、あなたはもうこれね、線量が一定の超えましたから、こっちへもうちょっと休んでてくださいという管理っていうのは、はい、まあ、しているとは思うんですけども、うん、していない場合もあるとも聞いてますが、うん、それにしても、 次から次へと今度は未熟な人がどんどん投入していかなければいけない。現場の方は父として進まない。はい、だって熟練の人はもう線量がいっぱいとなって、もうちょっと今退いてね、休んでもらわないかんというようなことであるならば、うん、次々にこうなんか未熟な人が投入していって、現場の方の処理はどうなってくるの、うん、ちょうど日本の戦争の末期の時のように、優秀なパイロットがどんどんもう死んでいっていなくなって、未熟な 若い人たちを特攻隊としてなんかこう、ばーっと行っていくような、え、こんな未熟な人も飛行機乗せて攻撃させるのみたいなところの今、うん、処理の問題でもなんかそんなのと重ね合わせたりするというようなことでね、はい、なんか不安ばっかりだなという感じがします。